皆さんこんにちは。京都メキチャンネルカップルインタビュー初の YouTube 出演さんのコラボということで、ここ原宿に来ております。すっごい人がたくさんいますね。これだけ人がいるってことで、うん、きっと素敵なカップルさんもたくさんいると思うので、はい、たくさんいると思います。ぜひ最後までご覧になってください。最後まで見てね。年齢と職業だけよろしいですか？はい、20歳で学生です。19で学生です。はい、2人は付き合ってどれぐらいですか？1年に3ヶ月かな。出会ったきっかけって何だったんですか？一緒のクラスで喋ったぐらいです。どちらからこうアプローチしていったんですか？自然と？自然、なんか友達から入って付き合ったみたいな感じなんで告白されたのはどちらですか？あ、言わされました。じゃあその時なんて言わせたんですか？え、好きな人誰なのみたいな。もうそれ分かってて確信犯ですか？あ、もうちょっと分かってました。めっちゃムカつきますよね。彼氏さんに初めて会った時の第一印象ってどうでしたか？なんか学校で雑巾を持ってこないといけない時があって、で忘れちゃったんですよ。で、うわ忘れたって言ったら、横でなんか、うわ雑巾いっぱい持ってるからあげるわみたいな感じで。私の第一印象は雑巾だったんですけど。彼女さんの第一印象はおっちょこちょいですかね。連れもんとかうるさいとかそんな感じです。彼氏さんの好きなところってどこですか？多分自分が自然体でいれるんで楽ですね。気使わないんで。彼女さんのここがいいぞ、これの彼女はっていう。聞いたことないです。性格ですかね。なんかもう何やっても許してくれるし、なんやろな、喧嘩したことないんですよ。彼女さんのちょっとここが気になるなとか直してほしいなってところありますか？ない、あんまないけど。わがままですかね、ちょっと。なんか何食べたいって言って行ったらやっぱちゃうみたいな。行って食べて、もう思ってたのちゃうわっていうのはよく。逆に彼氏さんちょっとここ直してほしいなってとこありますか？もうほんまに全然なくって、はい、ずっと付き合った最初の時も別に嫌なとこ探してたんですけど、ないなとか思いながら、今もそんなになく、だから多分喧嘩がないんだと思います。彼氏さんが浮気をしてしまったらどうしますか？あ、さよならで。多分こっちももう理由うもなくさよならで。ちなみにじゃあ彼女さんが浮気したら、もうさよならで。ちなみにどこら辺から浮気ですか？旗から見ててカップルって思われた浮気じゃないですかね。2人のファーストキスは付き合ってからどれぐらいでしましたか？2週間ぐらいですかね。大人の関係だったのは付き合ってからどれぐらいなんですか？どのぐらい？1ヶ月ぐらいですかね。その時の状況も全然あんま覚えてない感じですか？あんま覚えてない。あ、覚えて。デートって感じですね。どちらのお家で？一人暮らしですか？もうそんな感じですよ。なるほど。ちなみにその時はもうなんか、俺今日行くなみたいな感じで、なんか、その日思ってたんですか？そうですね。まあ、あ、家行ったらそうなるやろな、みたいな。爽やかなチューをしていただきたいんですけれども。はい。もう周り見てないです。いや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 。あるのはこのカメラだけです。はい。じゃあ、3、2、1。どうぞ。恥ずかしい。え、口でいいですか？はい、ぜひぜひ。あれ？いやや。恥ずかしい。あ、いやや。おー、はい、ありがとうございます。はい、以上カップルインタビューいかがでしたでしょうか？楽しかったですか？それでは皆さん、ありがとうございました。じゃあねー。バイバイ。